作戦地点に到着。目標捕捉。ファイヤー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 。ボイドエクスプロージョン。ヒギ解禁。コスモスブレイク。ヒギ準備完了。バニーチャーム。ファイヤー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 。バグ補充完了。ブローニャ了解し、ヒギ解禁。ブローニャボイドエクスプロージョン。ヒギ準備。コスモスブレイク。ヒギハイパーニーチャーム。ファイヤー。ヒギ準備完了。ボイドエクスプロージョン。ヒギハイコスモスブレイク。ヒギ順番にチャンス。ファイヤー。体力補充完了。イエス。ヒギ解禁。ドローンボイドエクスプロージョン。ヒギコスモスブレイク。ヒギ解禁。バニーチャンス。ファイヤー。体力補充完了。館長のみんな、こんにちは。今日はエイプリルフール限定ゲーム情報を持ってきたよ。一つ目の情報は、みんなの熱い要望に応えるべく、近日中にバルキリーのネゲントロピーへの転職機能が追加されるよ。一定の水晶を使えば、バルキリーがネゲントロピーに加入し、タイタンの力の強化を得られるよ。例えば、バルキリー強襲はタイタン超無敵に。バルキリー遊興はタイタン遊日点に進化するよ。詳しくは、近日中のお知らせを確認してね。ヒギ、準備完了。任務完了。待機モードに移行。限定ゲーム情報を持ってきたよ。二つ目の情報は、女性ユーザーの熱い要望に応えるべく、近日中にシュバリエが追加されるよ。最初のシュバリエは、キアナの父、ジークフリートだよ。おじさまの鍛えられた胸筋を考えただけで、女性ユーザーのみんなはすっごく期待しちゃうよね。また、おさわりと好感度システムも、追加されるよ。それから、ジークフリートとライデン龍馬のラブストーリーも追加される予定だから、みんな、楽しみにしててね。小娘たちの相手までしない。館長も苦労。私は一度やると決めたら、最後までやり抜く女よ。あ、ロクト&ローデット。
ボロボロなやつ。性転換システムが追加されるよ。次のアップデートで館長の持っているバルキリーが自動的に男性になるよ。キアナはケビンに、ライデン・メイはライデン・ガジに、ブローニャはブローガーに、村田姫子は村田王子に名前が変わるよ。詳しくは近日中のお知らせを確認してね。勝利して当然だよね。何？不満なの？キリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。セイ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 できるし、他の館長の基地に行って一緒に栽培したり盗んだりできるよ。また菜園の場所を確保するために現在基地にある建築物は取り壊されるよ。詳しくは近日中のお知らせを確認してね。
やられたらやり返す。倍返しよ。疲れたわね。早く帰ってお風呂に。